さてさ、ショコレでございます。今日はようやく梅雨らしい天気、一日中雨ということで、時刻は午前中朝5時26分でございますけれども、車で行っております。結局梅雨前に洗車する気でいたんですけど、できなかったね。そういえば最近ちょっとゲームをしてるんですけど、ゲームにもちょっと飽きてしまって、どうしようかなっていう時にね、ツタヤに行きまして、今順調にハリーポッターをね、見直しております。見直すというか、僕は初見なんですけど、まあ世間的には見直すという形の方が通じやすいのかなということで、見直すって言ってしまいましたけれども、タイトル思い出せませんけど、ロンの彼女的な子ができて、ハーマイオニーが怒って、だけどまあ運よくその子の記憶消せて、であと誰だっけ、もう名前が出てこない、波平さんみたいな声してる校長先生の名前何でしたっけ、なんだっけ、まあまあそういうレベルなんですけど、その人がお亡くなりになりました。でその多分あと2作ぐらいなんですけど、共にブルーレイが2本ぐらい陳列されてるんですけど、共になくて、DVD で借りるのもなと思ってブルーレイを借りるのをね、ちょっと待とうと思って待って、なんかこうしんちゃんとかドラえもんとかの映画見ようかなと思って、ピックアップされてるコーナーに声の形だっけな、僕ねタイトルとか登場人物の名前とかすぐ忘れちゃうんであれなんですけど、京アニ、京都アニメーションのやつ、それを見たんですけどね、すごい良かったね。久々にこう出てる子みんな好きって思えるような、ああ違うな、なんか風紀委員みたいな、学級委員長みたいな、なんかこうかしこまった子だけちょっと気に入らなかったんですけど、性格が、でも比較的好きになりましたね。そういう感想しか言えないんですけど、じゃあなんで話したんだってことになっちゃうね。いやだいぶちょっと本降りになってきたな。今日ちょこまかちょこまか歩かなきゃいけなくて、傘はねセブンイレブンの折りたたみ傘のちょっと大きいやつを、ワンプッシュでプサッてなるやつ、あれを買ってるんですけど、大きいビニール傘を持っていっちゃうと、降ったりやんだり降ったりやんだりのこの時期は絶対どっかで忘れてきちゃいますから、僕は梅雨の時期こそ折りたたみ傘派なんですけど、その分ビニール傘よりも面積がちっちゃくなりますから、リュックなどに防水スプレーをかけてはいます。問題は靴なんですよね。なんかこうビジネスライクな格好にも合うスニーカーで、できればこうちょっと何ですかね、モードチックと言いますか、エアフォースワンの真っ白真っ黒みたいな、なんかこうニューバランスとかにオールブラックとかがあればいいんですけど、かといってニューバランスとエアフォースワンどっちの方が汚れに強そうって言われると、エアフォースワンの方が汚れに強そうなイメージ、勝手なイメージですけど持っちゃうから、布生地といいますかね、なんかそういうやつだとちょっと中まで浸透しそうで怖いね。どうしようかな、梅雨用の靴。さてさ、しょこれでございます。というわけで今日の時刻は3時半です。一回家から、都内の方行きまして、森谷くんとちょっとミーティングをして、で一回家まで帰ってきて、また車で出かけるという、無駄っちゃ無駄なんですけど、その時間帯にこうタブレットに入れた参考書を読みながら、行き帰りともにですね、各駅停車で行って帰ってきました。で、まあ、ちょっと枕程度にね、出発する前に聞いてほしいんですけど、帰りの電車でね、やっぱりお昼過ぎにこうどんどん都心からね、離れていきますと、各駅停車に乗ってると途中ぐらいからすごい空くわけですよ。なんか一車両一両に僕一人みたいなね、そんな状況になって、参考書も読み終えてあと4駅ぐらいかなっていう時に、ふとね、家から持ってきた iPhone 純正イヤホンを手に取り耳にかけ、ここを刺そうと思った時にね、これミニステレオジャックなんですよ。これが間違ってたね。ここのアダプターがないから、ライトニングに変換するやつがないから、結局聞けないというですね、そういうことがありました。よくありますね。普段僕はシュアーの
イヤホンをそれに変換して家で使っていたりとかするんで、そこまで朝気が利かなかった、気が使えなかった、そういう状況のため、持ってきたぞんというところで、はい、枕終わり。今日あれなんですよ、この TBS ラジオバナナマンのバナナムーンゴールドのイベントティーを着て、目黒に行ってきたんですけど、目黒にはホリプロコムというですね、バナナマンさんが所属している事務所がありまして、まあ、真っ昼間にご本人たちがいるとは思いませんけれども、その関係者の方々ともしすれ違った時にね、バナナマン T シャツ着てるやつがいたよという話題になればいいかなと思いましてね、来ていきましたよ。さあ出発です。